皆さんこんにちは、近藤武史です。今日は、久しぶりにこちらのサントリーホールに伺いました。当日オルガン三昧の夜6時半から演奏をいたしますが、その今日は大事なレジストレーション1回目でこちらのリハーサルに伺いました。これから音色をたくさん作っていきます。今回の僕のコンサートは讃えるオルガンというタイトルをつけてみました。どういった意味かといいますと、まずフランスのグレゴリオ聖歌、そして稀有なオルガニストで作曲家たちの系譜を、縦横無尽に張り巡らした伏線とともに、プログラムを組んでみたんです。実は昔、パリに留学した時に、サント・クロチルド教会という教会がありました。そこは実は歴代のオルガニストが、初代セザール・フランクをはじめ、トゥルヌミール、そしてジャン・ラングレーと、なんとメモリアルイヤーが去年、今年、来年と、続くんですね。そのこの稀有なタイミングの歴代のオルガニストの作品に加えて、グレゴリオ聖歌を存分に、作品に取り組んだ、取り入れた、そういった作品をラインナップしています。どうぞお楽しみください。